主体性共同性多様性の死亡、流症、自己推薦書の書き方というところで、まあね、主体性作文を書くにあたって、まあ、共通テストが終わりましたので、まあ、この動画を、ね、ちょっと期間は空きましたけれどもアップしてますでまずね、えー、っと皆さんが、まあね、共通テストを受けられた方はお疲れ様でしたでこの後、ねえー、っとそれを使って、まあ、当然、ね、試験を受けるわけなんですけれどもその前にです、ね、主体性作文とか、まあ、それ以外に自己推薦書とか死亡、流書とか書かないといけない人いると思うので、まあ、ここに関して、ね、ちょっとだけ触れておこうかな といいう,うに思いますそもそもねこの主体制作文とか書かなければいけないなんてことになってきた時にじゃあ今から何書けばいいんかなっていう相談って結構多いんですよね。ただね えとよく聞かれるのが、まあ、そもそもね全国の高校生の大半がこの主体性っていうものをね誇れるエピソードをそもそも持ってるのかっていうね受験生すごい多いですからねその中でまあねみんなが一人一人がねすごいエピソードを持ってるなんてこれちょっと考えにくいですよね。で、えー、出願先ね、えー、自分が出願しようと思ってる大学。 がそもそもね点数化してないということであるならばそこまでねえこと細かなエピソードがすごいエピソードが必要なのかっていうねえそういうことに関しても質問を受けます当然のことながらまあ、かけるにね越したことはないんですけれどもとこういう質問もあります 先日の,、まあこのね、共通テストの結果で志望大学を変更しなければいけないという人ですね。でその時に、まあ、大学を変えるので注意することありますかとか、まあ、あとは、ねえー、と結局、まあ、学科試験、まあ、転送化されないので学科試験頑張れば大丈夫ですよねっていうふうに、ねえー、相談されるというケースも出ています。でそれに対して、ね、お答えしていることとしては、まあ、学科試験がある大学は、ね、当然学科試験頑張ることが大前提なので頑張ってくださいというふうに、ねえー、答えています。 話の工夫とかはまあ、第2回のところでね結構例を挙げて書いてますのでそちらの方を見てくれたらいいのかなというふうに思います。どちらかというと今から書くことに対してね不安を持っている人は今お伝えしたように、まあ、学科試験あるところであればね当然学科試験まあ、加点されないところであればなおさらね学科試験頑張ってくださいというふうにお答えできるかなというふうに思います。 で主体性や自己推薦に関すする書類が必要ですかこれで、ね、もう一回確認しましょう。皆さんがね受けようと思ってるもしくは受ける予定にしてる大学これからね志望校を変えて、えー、と受けるかもしれないという大学に関してはちゃんと調べておきましょう。で次ね死亡理由の提出これはね死亡理由書っていうのがまたね別に必要ですかと、まあ、これが必要になってくるとねまたちょっと書かないといけない内容変わってくるので、まあ、ここもちゃんと確認しておきましょう。で主体性作文とかは加点ですかそれとも加点じゃないですかというところに関しても今一度確認きま 確認をししてておいいください、はいまあ、当然、ね、点数化しない大学であれば学科試験頑張りますよねなのでせめてね、まあ、自分が受験する大学について今のうちにしっかりと調べておこうとまあね、えー、こういうね、えーっとまあ、学校で提出したような、まあね、データネット系とかのものに関してまだ返ってきてない状況だと思いますから今はどちらかというと、まあ、勉強と大学のことを調べるという時間にこの数日は使ってもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。 はい、まあねそうは言ってもこれねテーマが主体性作文ということなので主体性のね作文に必要なことで優先順位をつけていくと当然のことながらこの主体性多様性共同性に関する自分のエピソードですね自分のエピソードとその結果っていうものですねこれについて書いていかなければいけないとでまあ時数が大いのに関してはそれをね活かして将来像なんてものを書いてみるというのもいいのかもしれません。 はいまあ、先ほどからお伝えしているように、ね、基本的なまあ、ね、ちょっと具体例とかを使ったものは第2回の方で説明をしてますのでそちらで確認してもらったらいいと思うので、まあ、今回は、ね、こういったところをちょっと、ね、再度確認しておいてくださいということだけお伝えしておきます。 で、主体性、共同性、多様性の関係性のイメージ。これはね、えっ、ー、と、一応もう一回だけ復習しておきましょう。えー、主体性っていうものに関しては、これはね、本人、要はあなたですよね。あなた自身のことを指しています。あなた自身が持っているもの、これが主体性。で、どういう形であなたが持っているのか。要は、グループ全体を見通したときに、あなたが、そのね、決まっていないものを、まあ、 例えば目的を設定して全体を動かすようなことができるのかそういうことに対して自分の方法が決まってないものを自分自身の責任において決断行動に移すことっていうのを主体性と言います。で多様性っていうのはその中のグループ一緒に何かを作業しようとしている人たちそれここここに、えーね、固定観念をとらわないものの見方って書いてますけれどもここがね、えー、全然自分とは違う考え方を持ってるんだよっていうことをちゃんと自覚しているということこれ多様性というイメージになってきます。で共同 共同性はそういった個々の能力をちゃんと見極めて話し合いをする中で、個々に責任を持った何か仕事を与えるとか、目標、小さな目標に対して一緒に行動していくようなこと。これを共同性というような言葉を使っていますということになります。まあ、この辺はね、これもね、今まで1回目、2回目で説明していることなので、そちらでも確認してもらったら結構です。で、その中で全体の目標っていうものが最終的にどういうことになったのか、これを結果。 でそこの過程ですねがエピソードということになっていくというイメージで捉えてくれたらいいのかなというふうに思います。次ですね、えー、これねこれもまあ2回目の時に説明してますけども主体性共同性多様性の言葉を、まあね、これ言葉自体が難しいので置き換えてみると大体いい主体性というのはリーダーシップ共同性というのがコミュニケーション能力多様性というのがチームワークとか相違能力というような言葉に置き換えられるというふうに覚えておいてもらったら書きやすいんじゃないかなというふうに思います。 で主体制作文に必要なことは当然ですね皆さんが先ほどからお伝えしているように大学のことを知りましょうという時に大学のことって具体的に何を知ればいいのかということなんですけども大学の自分がね、えー、受けたいと思っている大学のアドミッションポリシーとか学部のアドミッションポリシーこういったものに対して共通する自分の強みがあればそれをね当然書いていくべきかなというふうに思いますただし主体性作文なので、まあ、自分の、ね、主体性共同性多様性全部の中から選びなさいだったらこういうふうにい に当てはめていくことは当然できると思うんだけども、主体性だけという風になってしまった場合には、まあね、自分が積極的に動,か動くことができるということをエピソードを使って説明できるかどうかですよね。で、自己を推薦するものとして保有する能力は、これもだから具体的にね、どういう部分でま自分がね、そのまあ主体性を持っているのかということをちゃんとね、説明するために必要な言葉をちゃんと選べるかどうか。で、まあ、これはね、先ほど言ったように将来的にまあね、必要な能力 力っていうものがその主体性の中には含まれていますというようなことが言えると、まあ、より良い,いということになってくるのかなというふうに思います。 まあね、こういったところをうまくね組み合わせてもらって自分のねエピソードをうまく出してもらってですね説明をすることができればそんなにね怖いものではないかなというふうに思います。ですのでね先ほどお伝えしたようにそもそもはまあねみんながみんな凄まじいね素晴らしいエピソードを書けるわけではないっていうことを前提において書き出してもらったらそんなに怖いものじゃないのかなっていうふうには思いますし学科試験がちゃんとね課されているところに関しては当然のこと ながら学科試験頑張りましょうでで、ね、何か、ね、困ることがあればですね書いてる中で不安とかがあれば学校の先生とかね、まあ、塾とかで見てもらうっていうのが一番手っ取り早いかなというふうに思いますただね、まあ、書くのにもどうしても、ね、時間かかってしまうとか、まあ、大学によって、ね、書く量っていうのが違ってくるので早め早めにですねそういったものに関してはチェックしておくってことが今の準備としては大切なことかなと思いますので是非とも頑張ってください。